じ。嬉しそう。やっと出番だぜ。さあ、イズムのね、今ただいま、ゲストで来てくださっております太田成子さんです。イエイ、今日よろしくお願いします。はい、お願いします。朝からね、はい、楽屋でね、はい、ちょっと大盛り上がりなことがあって、ね、大盛り上がりでございました。女子が嬉しいファッション話でね、はい、もう試着までさせていただいて、ケンさん、あの衣装いっぱいありがとうございます。気に入るとね、もうすぐ着たくなる女子。もうすぐ着てましたね。下の準備がいろいろ整ってね、ちょっとすぐ着ちゃってね。で、着てみて、ダメだろって。門番大変でしたって。ノーノー、曲のイメージ。この門番すごい厳しいもあるけど、うん、あの洋服のたんびにこれはあの曲で歌ってとか全部知ってるし。さっきね、ありがたいです本当に。私そうよ、だってダメに太田成子ファンをもう10年間やってないから ね私今日からの衣装係としてスタント採用を太田成子でできてる子なので。ないよね。ねえ、やっちゃうよね。名前わざと変えたわけじゃないもんね。変えたわけじゃない。そうそうなんでしょ。ずっともう30年間あのこれでやらせていただいておりまして。漫才師に来てるみたいな。時代に来てるんだよね。でもなんかせっかくのご縁でなんかいろいろまたつなげてつなげてって言ってくださってて、ね、ちょっとここで一節。ゼロになって生まれる命。例えばそれは水たまりの小さな石。やらなくていいな。さっきあのスタジオで待ちのいやー、一節だけ進行しろ。君が連れてきた。身内はダメなのよ。私もね、キリンさんもね、弱いのよ。はい、どうぞ。なんか歌詞がすごい素敵で、キリンさんが作詞されたって。これは本当にね、じゃあ語っちゃうよ、3.11 ありましたでしょ、はい、あの時もう私たちラジオやっておりましてね、でも本当に、ここもドア開けながら放送したんですよ。でやっぱりラジオ楽しいことをいろいろ伝えてた時に、何を伝えていいのかあまりなことって、うん、リアルないろんな大変なことがいっぱいある時に面白おかしくなんかやってないっていうので、うん、どうしようって言ってね、関わってたミュージシャンが歌えなくなり、うん、役者も何をしていいのか分からなくなって、うん、で大体メインだけ来てくださいって言われて、うん、あとはいいのかってなるメインは大丈夫なのかと思いながら、でね、何をしようと思って、まあ、現地でいろんないい、ね、あの心温まるようなことだったり、こんなことがあったよみたいなのをいろいろネットで拾ってお話ししてた、はい、でね、あの現地の方ともつながるようになって、でしばらくはほらもうごった返しててあれだったんだけど、ちょっとしたらね、すぐにね、あの歌いに来てくださいとかね、やっぱりね、はい、あの楽しいことが必要なんだって、頑張ってますって言われなくても、で物資も届いてますと、であとはやっぱり元気になる何かが欲しいって、子どもたちもみんなやっぱり暗くなっていっちゃうので、じゃあ私たちは同じことをやろうっていうので、とにかく自分たちは今何ができるってことをなんかね、究極にみんなで考え出したのね。でその時にミュージシャンもいっぱいいて、私は言葉がかけてとかあったので、曲を作ろうって、うん、そこからもうずっと私たちの活動するものの一部は全て何かそこに、あの伝わるものをだったり寄付もそうだし、はい、していこうって決心した時に作った曲。あ、なんか私今初めてその、あの曲歌詞の、あの背景を伺ったんですけれども、あの私も実は岩手県の大船渡市というところの、あのふるさと大使観光大使を2009年、はい、震災前からやらせていただいてて、それであの先々週出させてダブルで取り込んで、ね、あのこの番組出させていただいた時に、もう終わったらすぐに「未来のバトン」っていう曲があるから歌ってほしいなっておっしゃってくださって、そしたらすぐミッチーさんが送ってくださって歌詞を拝見して、全然そうやってあのね、お話しなくて、そうだよね、存じ上げなかったんですけども、ね、
なんか歌詞を見てるとすごい共感というか、私も現地に行ってずっとだったりしてたので、なんかそのすごい前向きなこの素敵な歌詞が、ありがとう。でも今度から歌うときは歌うよって言ってくれて困るのよ、ティッシュとかね、歌うからさっきね、あの衣装をいただいて何かと思ってもう一回聞き直したんですけど、コードがあっとって困るすごく良かったでもなんか歌もそうだし、ご縁もそうだし、うん、こうやって繋がっていくんだよね。そうですね。私たちはね、もう再会同士ということで、前から知ってても、でもいつかまたこうやって繋がったり、すごくきっと必要だからなのかなっていうのは、ね、どの方もみんなそうだと思うんですけれども、本当そう、タイミングがあったり。最初に、私ここでも何回も言うんだけど、で出会った時っていうのは、その人との関係性ってある程度決まっていて、はい、そこから両方のやっぱり努力だったりとか、うん、愛情だったりとかで伸びていく、継続されていくんですよね。それがすぐずっとじゃなくてもまたねだったりとか、はい、するんだと思うね。不思議です本当に。楽しみになっちゃったじゃないね。ワンフレーズだけで泣いてる場合じゃないよね。早かったね。早かったね。うわどうだ。早いよ。はい、なんかちょっとこれからこの楽曲ね、またいろんな形で。ぜひ。ありがとうございます。本来今日歌うはずだった曲を聴いていただいてはい、パピブノーズで先ほどからね、かけてもいただいてるんですけれども、やっぱり夏だし明るい楽曲をと思って、ちょっと前の曲なんですけれども、君がいるからという曲を聴いていただこうと思うんですけれども、もうこれはですね、私が例えばこう今まだ独身でございますけれども、ね、こう恋人になったりとかするような人にこうやって言ってもらえたら嬉しいなとか、 あとは、まあ、お友達だったりとか、もうすごく親しかったり大切なものだったり、まあ、こうやって言ってあげたいな、まあ、こうやって言われたいなっていうようなことを歌詞にしたものです、では聴いてください。君がいるから。
告知を見させていただいて、楽しそうな
と思って、でもみんなすごい本当に心からの笑顔を皆さんね写真楽しくしょうがないよね楽しくないとできないのっていうか楽しいことしかやらないの素晴らしいです、ね、そうであることしかやらないの私もそうなっていこう、うんうん、どうしてライブボクシとかなんかある？そう8月の23日に、うん、あの水曜日ですかね、うん、曜日水曜日吉祥寺の方でピタリさん、竹中慎さんと2人でデュオのライブを。ピタリ多いよね。ねえ、うん、本当に信じられないような曲のカバーとか、うん、激しいオーケストレーションのものとかも2人だけで、ね、うん、オリジナルを中心にお送りしようかなと思ってますけれども、うん、いいですね。で9月は東北の方に、岩手とか福島の方に行くの、はい、コンサートに行っておこうかなと思ってます、うん、はい、じゃあまたちょいちょい多分クリステルで ね、あ、もしも、あ、もしも本当に出てくるようになるようにしましたので、まず次回はイズムはね、1日、ね、9月の1日に、はいはいはい、またよろしくお願いいたします、はい、何着てくるかな衣装持ちになりましたね、今日十何着、十何着素晴らしい。はい、青田なりまさんでした、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。さあさあ音楽ってやっぱりいいね。なんか幸せだ。さあ、再びカットゥーン。やっほー、出てきました。やっほー、はい、ふるさくさん。やっほー、ふるさくさん。ショーが出てますね。特派員のリーダーでございますね。特派マイクをですね、作成してみました。はい、最初私このギンギラギンだったんですけど、うん、あなただからリーダーのものだからね。あ、そうですか。リーダーのも色をつけてみたんですけど、あ、ほんと、じゃあさらにギンギラギンは、ギンギラギンは違うの、ギンギラギンはないです、これに変えちゃったんじゃない。あ、そうなんだ、うん、でもギンギラギンがあっても良ければ、うん、ギンギラギンで、ギンギラギンは立派のカッツンのもので嬉しいです。持ちましょうか、何本かちょっとこれなんかいっぺんに持つとあれなんですけど、それから始まりはね、あのカッツンがこんな作ってみましたって、はい、いうところから始まって任命されたので特派員に、いいレシピありがとうということで、ではじゃあ今日からクリスタル特派員ということでね、はい、そうですね、もう出演するたびにマイクを持って登場してます登場してきてくれてで、あれからもう半年ぐらい経つのかな、経ちますね、去年の12月18日に突然任命されたので、ね、で最後の日に紹介したのが多分、ね、このギンギラギンマイクだったんですけど、それでクリスタもいろ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 、まあおうちアシスタントの綾子がねブログ書いてくれたりとか、まあ、いろんな目線でクリスタルを見て感じたことをブログに書いてくれたりね、お披露目してくれたりするっていうのは、ね、やっぱりまた違ったところにね、違った形が伝わっていくので、うん、これはちょっとどうよかっつん特範囲その1その2その3とかさ7ぐらいまで作っちゃわないみたいなね、いつも高いでね、もうそのマイクを持ってきた瞬間に言ってましたからね、全然ねもうピピ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 ってなっちゃったのよね。で、夜な夜な作ってくれて夜な夜な作ってみましたで今日もこれ、今日と来週と番組の後に特派員ミーティングをね、うん、するんで、今日は3人ぐらい来るのかな、圧巻だね、これ揃うとね、やっぱり ね、そうですね、だからこれで何をするかっていうと、特派員は、まあ、自分のできる範囲で、できるタイミングで他の番組を取材してもいいし、誰か興味ある人を取材してもいいし ね、あとみんないろんなお仕事をしてるしね、ワークショップだったりとかいろいろあるじゃない、ワークショップに参加してマイクを出す、いいですね、写メを撮る、写メを撮る、いいですね、今インスタ映えっていうじゃないそれには色付けとかないとさ色大事ですよ ね、インスタ映え7色というところで、だから本当に誰かの一言、誰かの一行動がね、何、いやもう本当に私去年の4月から参加させてもらってるんですけど、何ができるか何ができるかって全然できることがなくって、でたまたま任命していただいて、えこんなチャンスこんな素敵なパスがっていうので、ちょっとキリンさんにもちょこっとメッセンジャーしたんですけど、ちょっと目立ちたがり屋なので、ちょっと目立ちたがり屋なので実は好きだからね、大それた目立ちたがりではないんですけど、ちょこっと目立ちたいので作ってみたから始まった7本で、でもいろいろ数えたら10人ぐらいになってしまってるみたいな話になって、実はあと3色増やそうかなっていうところで、で、そう、特派員の話はそうでしょ、その後まだ実は一番セット切ってやってることがあって、うん、クリスタルで
あのクリスタル主催の週末サロンであのワークショップやったりとかはするんだけど、うん、じゃあちょっともうちょっと違うバージョンでね、あの例えばカッツンがあのアイリーというねグループでもうずっと活動していて、そういう人がそこにこういうワークショップやりませんかって言ってそこの方々に投げてもらってっていうのをクリスタルでは初めてカツンとやらせていただきました。私カルテ、ね、参加された方がだから私がアイビーをやってて、うん、そしてクリスタルに参加していることで初めて私カルテという存在を知ってよかったっていう方が、ね、こんな普通に調べたら調べきれないし、うん、でまあ、どういうものかわからないけど、まあ、アイビーだからちょっと行ってみようかっていう人もいらっしゃって、そうそう、ね、だからアイビーに入っててよかったっていう方が多かったですね、参加されて。そうですね、私常連さんが来るのかと思ったら、いや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 面白かったそれもびっくりしちゃって、12人ぐらいあのアイビーの会員さん参加してくださったんですけど、10人は私初対面の方でした、だからあの私カルテっていうものをどういうものか興味があるという、単純にそのコンテンツで集まってくれた方が多くて、まあ、その前にだからアイビーの活動が毎月毎月いろんな形でやってるところに参加していて、 ね、それ見てる方じゃない、あんまり怪しいとこじゃないぞって、カツンのことがまあ好きだったりやってることが共感してたりとかっていうのがもともとに あるからね、おかげさまで950名まで予約ご登録いただいてますので、うん、何かできるんじゃないかってことで、もういろんな方とコラボしたいなとは思ってるんですけど、第1弾で私ちょっと不安だったんですよね、私自身が説明しにくい、ちょっとあの、まあ、もちろん参加してるんですけども、こんなもんだよって説明し一回行ってみたら分かるよみたいな感じなんですけどね、説明しにくい部分があったんで集まってくれるかしらって不安もあったんですけど、ちょっとあの時間が足りないぐらいでしたね、16名でうわーわーわーチーム手伝ってくれて、ガッツも ね、もうベテランで、これはねこうして明日って、いや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 、そんな並んでくださいとかねもう時間がないと思って、もうあのいっぱい集まっていただいたんで嬉しかったよね。でもすでに9月の、はい、予約お申し込みを、はい、いただいてますので、これから継続的に開催していこうと、言い出しっぺで先頭切るだろうから好きだからねちょっと目指したいみんなさ仕事してると、まあ、私もそうだけど、うん、いつもいつも私のサービスはみんなお客様方受けてるけれど、それ以外のこんなこともなんかできたら楽しいのにっていうことって、うん、でも自分じゃできないことって、うん、いっぱいあるじゃない。そうなんですね、だからそういうものをお互いにさ、うん、交換したりシェアして、そうそうそう、ね、シェアしてコラボレーションだよね。もう特派員の最大の私そこお仕事だと思ってるんですね。つないであげる。うん、だってリーダーですか。リーダーバトンみたいなもんだよ、バトン。そうよ。アンダーパス、オーバーパス、どっちみたいな。そうそう、素晴らしいと思います。モデルケースとして。本当に最初のね一つの。マイクのとこからね、うん、上で、だからあのクリスタルで知った人たちもそうですけど、音楽とか、うん、もうそれはそれはすごいたくさんあるので、うん、アイビーのホームページで時々あのこんな音楽聴いて素敵でしたよみたいな、ひさかちゃんなんか もうその一人で、うん、そしたらアイビーの会員さんがひさかちゃんのライブ行ったりとかしていて、ガッツリのお友達ですみたいな感じで、そういうのも面白いですね。そうなんですよ、ホームページにポコッと載せるだけで割と皆さんあの意外と見てくれてるらしくて、イベントはもちろんのこと、ね、はい、クリスタルはさメディア、まあ、ここはラジオのね放送だからメディアじゃない、だけど一般の人にメディアのねハードル高いところにさいらっしゃいって言ってもできないから、なかなかそうですよ、ね、だからハードルを下げて今週さんの5分の枠だったりとかっていうのをしたじゃない、うん、でもやっぱりまだあのすごく伝わった部分とあの定着した部分とあるけど、まだやっぱりここがどういう場所だっていうのは分からないで、うん、本当にさ、ワンクールってさ、3ヶ月なのよ。3ヶ月もさ、隔週で来るわけだからさ、そうですよね、たった6回で誰ができるって、はい、私も最初にオーディションね、来てくれた時に説明するわけよ。最初のワンクールは慣れるだけだよって。なのにそれで満足して、やっぱり辞めちゃう人もいるから、本当何を言って、ね、残念だよね。はい、この先にいろいろずっとつながるものがあるのにさ、もったいないんだよね。石の上にも3年です。素晴らしいです。3年はちょっと私は風つこうと思って、1位があっても風についてやるのと思ってます。あのね、ちょっとずつ目立ちながら1年目でねちょっとねどうなのっていうみんな通るよね、うん、で3年目超えるとあとずっと継続できるのよ、うん、そうですね、私1年経って
本当にしみじみ思ったのは、うん、最初は何を発信しようとか、うん、せっかくだから何かやってやれみたいにずっと思ったんですけど、うん、この環境にいるとなんか誰かのために何かしたくなってくるんですよ。不思議なことでなんか感覚が生まれてきて、で、まあ、だからっていうことじゃないんですけど、自然なこの心のこうなんていうかつながり方というか、そういうのがすごく大きな成長の一つでした。なんか継続できる人っていうのはやっぱりどこかでそうじゃないとね、気持ちが自分ばかりだとね、そうですね、息切れしてくるから。確かに。それでもどの場面でもそうだよね。そうね、ここだけじゃなくてね、誰かのためにはね、ずっと頑張れるのよ。そうですね、確かに、あの自分のためだと、うん、まあいいかとか思っちゃうんですけど、誰かのためにって思うと、風邪をしてでも行かなきゃみたいな気持ちになりますよね。素敵な環境だと思って、伝えていくしかね。だからこういうことがまたその、そういうことに気づくきっかけの一つになるんだよ。なってほしいです、本当に思いを込めましょう。このマイクを持った方はぜひマラカスじゃないよ。音が鳴るように第2弾バージョンアップしてくるね。だんだんね、作りたくなりました。カツ、ありがとうね。はい、とんでもないです。またこれからもいろんな、はい、そうだっていうのをね、そうですね、していけたらいいですね。こっそり見出したがりじゃない。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。ワンワン物語、毎週第2月曜の番組ズーランドはハートレスキュー隊を応援しています。考えるだけでなく感じてほしい、そんな思いでスタートしました。新しいワンコの応援隊を作ろうとしています。その一つの活動にキリンさんと一緒にやっている指切り現場ストーリー、そしてゼロワンプロジェクトがあるんですよね。ハートさあ、2017年ワンワン物語は研修の勉強をしております。ただし日南の主観経験則が非常に多いあの時間でございますのでね、ちゃんと最終的に判断するときは、お店の人に相談するとかねしてくださいね。さあ、今日はね、どんな研修をご紹介しようかなと思ったんですが、キリンさんが大好きなアフガンハウンド、はい、いつか飼いたいんだけど飼えない、似てない。だからさ、それ何を見てるかって言ったら、みんなもみんなをさ、ワンコに例えてさ、これね、一回クラブだよね、あれね、そう、あのクリスタルシャワークラブの時に特番があって、なんか面白いことかなって思ってさ、これも頼まれてないのに、なんかこれは私がこの犬好きだって知らないで選んだでしょ。あ、そう、私ね、研修時点を見ててね、うん、性格、気質、まあ上手な飼い方とか見てて、あ、これはキリンだなってで、アフガンハウンドとキリンさんを掛け合わせるとね、キリガンハウンドっていうのができましたって言ってね、こちらちゃんミックス系ミックス系キリンちゃんとアフガンハウンドのミックスです。私好きだったのよ。びっくりだよね。なんかね、ヤグモに住んでた時に駒沢公園がすぐだから結構ね、いたの。いそう。それでもう髪の毛をさ、ふさ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 って走ってくわけよ。鼻先から走ってるもんね、シューって。もうかっこで、ね、すこう疲れるとね、なんかまるで本当キリンのようにスーって座ってるの。私って女優みたいな感じで。でもね、ぴったり。私もあのアフガンハウンドは知ってましたし、あのお客様でもそういうマッチャいたんですけどね。でもその改めて情報を見た時に、これは本当キリンさんだなと思って。どこの水だっけ、国は。これね、あのアフガニスタンなんですよ。あ、そういうことか。そうだからほら、キリンさんと掛け合わせた場合、キリガンハウンドは、エレガント下町かけるアフガニスタンってことになるわけですクォーターな感じで、まず特徴です、視覚に獲物を捉えて狩りをするサイトハウンドらしくです。サイトハウンドって言うんですけどね、そういう犬たちを、あの目で見て獲物をよく、あのほら匂いを嗅いで嗅覚で獲物を思いれば、あの音で、ね、探す子もいたり、アフガンハウンドは目なんだ、うん、サイトハウンドなんですね。で、首を上げる、こうやって、それこそキリンさんのようだね、ギューって。で、遠くを見てる姿はね、威厳が漂うって、長毛に隠された美脚は細く華奢だが強く大地を踏みしめ、険しい
路面を踏みしめてかなりのスピードで走るだけの脚力はあるんだよね、細いけど。ある意味、重さみたいだね。そうそうそう、腸毛を揺らしながら、ね、弾むように歩く姿は元女優ならではの優雅さ。それは道長が付け足したんですよ。キリガンハウドだから性格、時に人に従わないことだといつもだろうと思ったけど。ちょっとアフガンハードの人はちょっと分かってる人ね、これはあくまでもあのミックス系の場合で使う、そうそう、キリガンハウンドね。だいぶキリガンハウンド色が強いアフガンハウンドです。服従性が低い、でもね本当にそうなんだよ。へー、そうそう、頭悪いんじゃないのって言われることもあるんだけど、実は自分で考える力がね高かったり、考えちゃうね自分でね、考えちゃう、そう、あと頑固、うん、これアフガンもキリガンも言えるでしょうねきっとね。うん、もうとにかくね、もう急いでいつも走ってるから獲物を追い詰めたなと思ったら通り過ぎちゃうとかってね。あれみたいな、ちょっと間抜け追い越しちゃったみたいなね、そんなこともありますよ。でとにかく人の言うこと聞かないから、あの、まあ、それを個性という場合もありますよね。誰からも振り回されないマイペースな性格、こういう人間でもね、女の人いたよね、飼ってた人もね、うん、あの確かに言うこと聞かないで公園とかヒューとどっか行っちゃうのね、うん、でも、うん、あもうあらあらって言って怒っちゃいなかったよ。そういうものが楽しいんじゃない。そうそうそう、あ、だから犬か猫かっていうと、猫飼う人はこの気まぐれが好きなのよっていうのとちょっと近いのね、うん、あ、そうですね、そうだと思いますね。なんかだからめっちゃいいんじゃんね、このままね。え、いいんじゃん、ね、そう、いいか悪いかっていうことよりもそういう犬ですよってことですよね、うん、聞いて判断するのは皆さんで、はい、よろしくお願いします。で最後、上手な飼い方です。うん、キリンちゃんと上手な声だ。決して無理強いしない、はい、それはもうそうしてください。個性を受け入れ、できる限り自由に育てること、そうしてください。自己判断で飼い主の言葉飽きちゃったって関心をなくすこともあるから、常に変化や刺激を与え強い両翼を満たしてあげましょう。よろしくお願いいたします。でもアンガーハンドもそういう性格なんだって。子犬って子犬に会ったことがあってさ、かわいいね、もうかわいいのよ。でね、あの耳の毛も長くてくるくるしてるもんだから、あのなんていうの、キャップかぶってんのよ。あー、そう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 、って感じで、ね、お水飲んだりご飯食べたりついちゃうからね。そう、それがかわいくてさ、キリンさんみたい。いつかキリンさんかけるアフガンハンド、キリガンハンドね、あの世の中に出てきちゃったら、生まれてきたら、でも私本当最初にちょっと買う、あの、うわ、買いたい、ね、あの結構練習してるから今も上手に買えると思います。今日はね、そんなキリガンハンドちょっとスペシャルバージョンですね。そうですね、このシリーズ面白いからまたやる ね、頼まれてないけど、頼まれてないけど、いつか本日でもお仕事、そう、ありがとうございます、ね、はい、まあまあ物語でした。なんか暑いんだけど、笑うからね、暑いこいつ飲みやがった。体の気持ち、幸せの種はみんなの分あるって知ってましたか。苦手なことやうまくいかないことにはヒントやチャンスがいっぱいあるって知ってるかな。体の SOS は心の SOS、 どちらからでもアクセスごめんなさいね、あなたのジュース飲んでしまいました。いいですよ、人のものも自分のものなので一人っ子だからしょうがない。今日もまあ大体なんかみんな同じようなお話がね続いていただいてね、でそういうのを聞きながら、あ、今日体の気持ち何話そうかなとかね、台本コーダーどんな話しようかなってあの考えながらあそこでプロデュース席でね、そうだ、このこと話そうと思って、自分の体、なんか変化が起こるときにね、自分の体が変わるときってあるじゃない？あるよ、私最近やっと分かるようになってきた、いろいろそういう変化が、ね、でね、自分の体が変わるはさ、我慢しちゃうこともあるよね、見逃しちゃうこともそうだけど、どっちかというか、いいか、大丈夫大丈夫とかね、そうだね、これはこうだからこうなんだろうとか理由を勝手につけて、見逃すもそうだし、何もしないことがあるのね。でもそれがさ、例えば子供だったりペットだったりとかさ、
自分ではどうしようもないところに来ると、うん、すごく見るじゃない。そうだよね。そう、だから段階としては何か自分のところに起こっている変化がまずは自分に現れるんだけど、うん、それでは気づかない時には周りに起こる、うん、で、これは何とかどうしたんだろうとか全体のこととして見るようになってくるのね。なるほどね。だから家族が例えば一人で暮らしてる人だとしたらすごく一緒に仕事してる人だったりとかそういうところが流れたりとかで続く同じような症状が続くとか、うん、っていうのも一つ、うん、ね、そうね、うん、なぜみんな喉壊すんだろうとか、うん、なんかみんな胃腸がとかただそれが夏バテとかそういうのじゃなくてそういうことがあってそういう見方をするとまたちょっと、うん、あもしかしたらっていうことにつながる、はい、あります、で年を重ねるとやっぱり体調が変わったり、うん、今まで好きだったものが苦手になったりとかもあるし、ね、それもある意味ねずっと同じ20代じゃないんだぞ30代じゃないんだぞっていう折り合いつけてってほらクリスタルとかよく使うじゃないそうね自分を知っていくことの一つかもしれない ね、 そうですね。で知るとさ、うん、例えばほらある時期行くと肩がすごく痛くて五十肩とかっていう時があるじゃない、うん、でもそれを知らないまま行くとそれはきっと悪化していくのよね、うん、でもあ五十肩なんだなって言ってケアを始めるともうそれって痛みもなくなって折り合いがつけられる生活のパターンになっていくから、うんうんうん、それを知らせるための五十肩だったり、サイン肝更年期障害だったり、目が衰えていったりとか、うん、っていうのもあるんだけどね。なるほどね。それを全部サインというふうに思えば、あ、これはもしかして何かを伝えてくれてるんだなっていうふうにちょっとアンテナが立てたらね、何かなと思います。生きやすくなるよね。そう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 。本当にそう、まあ実感としてそう思いますもん。行く人はいないからね。そうね、順番として一応順番だしね。希望はあるけどね。なかなかそう。あの努力して、ね、あの美しさもそうだし、スタイルもそうだし、保っていくことは可能だけど、まさか10代の体のようにはならないじゃないですか。そうですね。で、あとだからこれも先に行く、まあ、ある意味先輩のお役目だよね。うん、私母が早く亡くなってるので母を見て自分が年を重ねられないわけよ。ああそうかそうか、うん、だから、まあ、唯一身内で血がつながっているおばというのが、ね、おばちゃんがいるのでおばが老いていくことを教えてくれるわけ。あの50代はまだ元気だよって60代半ばぐらいまでいけるからまだ頑張れってその後はガクッとねいろんなことが変わるからって教えてくれるから、うん、あなるほど、ね、覚えておくじゃない。なるほど、うん、心強いねでもね。そう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 、うん、だから分かってる人がいてくれるって、うん、そうそうそう。だから私たちもだんだんそういう年になっていくってことは今度40代30代の人たちもクリスタルにもいるじゃない。そうだね。ちょっと体調がとかあ変わり目だねだったりとかこういうの気をつけた方がいいよとかっていうのも一つ、うん、知らず知らずのうちに言ってるかもね、うん、最近だんだん待合室のようにね、あの薬がいいわよとか、そこまで行ったら引退しようね。そうですね、考えた方がいいね。行くところが違うんじゃないみたいなことになっちゃいますから、ね。知恵ぐらいに言っとこうか、そういうの喋り出したら来てますよって教えてもらえる。自分じゃ気がつかないから、いい薬見つけたのよとかね。あと、なんだっけ。どこが悪い自慢になるんだってね。そうなんだってこんなに痛いとかねこんなに大変って痛くやっぱりなるんでしょうね。もう少しねそれまでに私たちは ね、うん、ね時間があるかもしれないけど教えてね。そうなんだ。はい、今日もじゃあ体の気持ち何かお役に立てたら嬉しいです。シンクロいきますか。はい。シンクロ入ります。これが来たね。
シンクロメッセージ。シンクロメッセージは心の天気予報。知っておけば対処もできる。慌てず騒がずに楽しむのが一番。すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れた頃だって OK です。本当に心が求めた時にシンクロは起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができます。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。毎週楽しみな時間でございます。はい、メッセージ。8月の20日からの1週間ですね。そうなんですね。ちょうど私たちイベントがありますからね。うん、そうですね、うん。はい、4つのグループでね、お届けしたいと思います。まずは火のグループです。情熱の星座、お羊座、獅子座、射手座。はい、火のグループはですね、あ、いいですね。うん、ちょっと思い通りに進む感じですね。あ、そうですか。うん、で、なんか自分の思っていることとか周りの人に伝わりやすいので、来週伝えたらいいですね。いいですね。楽しみですね。はい、じゃあ続きまして地のグループです。安定の星座、お牛座、乙女座、ヤギ座。このグループはですね、ちょっと、うん、年上の人だったり経験した人だったりにいろいろアドバイスもらったりとか、お話を聞いたりとかする機会を増やした方がいいですね。で、そのことで、ちょっと整理して一つ一つちょっとこうバラバラにして、うん、一つずつ一コマずつ進める感じ。ああ、固まると思うけど一個一個だとね、うん、進みやすいことってあるもんね、うん、ちょっと意識してそうした方がいいですね。わかりました。はい、続きまして風のグループです。伝達の星座、双子座、天秤座、水亀座。多いんだよね、ここね。そうそうそう、ほとんど風、ちょっと待たされる感じですね。なんかすぐ行きたいんだけど、ちょっと待たされてじっくり考えたりじっくり準備したりするといい、ね、ってことは今週末にイベントがあるんだから準備しとこういろいろね。当日じゃダメだってことだ。それ今週じゃなくても来週じゃなくてもそうですよね。そうね、その方がいいよね。よりそうしましょう。うん。はい、最後は水のグループです。感情の星座、カニ座、サソリ座、魚座。水のグループはですね、なんでここだけ本当に全然違うのが来るのでしょうね。うん、ちょっと迷いますね。あら、うん、もうなんかどうしていいかわからない感じですね。だからとことん迷ったらいいんじゃないですか、1週間。あ、そういうね、時だと思ってね、うん、1週間限定で迷えるぞと思いました。迷ってやると思いました。上手に。だって物はいいよね。どうしようどうしようどうしようってなる週なんだって最初から分かってるんだからさ、もうとことんどんだけ迷えるかと書いてみようとかって言えばさ、だいぶ良くない？そういうの使ったらいいですよね。そうよ、同じ時間なんだからさ、一喜一憂している場合ではありません、うん、はい、ぜひお役に立ててくださいね。シンクロメッセージは心の軌道修正、お役に立てたら嬉しいクリスタルパワーです。はい、それでは後半のもうギリギリですけどクリスタル情報局、はい、来週の週末にクリスタル夏祭りチャリティーイベント、もう全員揃ったんでしたっけ、出る人ね。そうですね、情報は揃いまして、今イベントをフェイスブックのウェブパネルで皆さんにお知らせしてますので、そちらに詳細が載っております。普段はクリステルは参加することで皆さん知らない間にあのボランティア活動保険のね、うん、レインボードッグの、お手伝いをしてもらっているんだけど、今回は2日間、はい、ね、エリちゃんのところのね、あのおもてなしサロンをお借りすることができたので、うん、もういろいろですよね。カメラマンの人がいたり、タロットの人がいたり、ケーキだったり、石鹸だったり、おやつだったり、なでしこがくんもね、うん、私は洋服ですね、バーッと並べてやると思って、うん、ね、私はカイリーさんたちが作ってくれたチャリティーグッズがあるからね、うん、それおばあちゃんの可愛いお洋服とかお洋服もありますし、なんかほら、カフェマットとかさ、あ、ね、うん、あ、デリちゃんはお皿出すとかって、ね、あ、そうですそうです。あ、ちょっと楽しみにしよう。カッツーはカキだったかな。そう、トシちゃんもね、あのポリソービューのカードでしょ、ね、もう盛りだくさん、ねね、アクセサリーも出るし、お金も持ってかないと買えないね。そう、そうですね。でも大丈夫よ、ワンコインかワンワンコインか大きい金じゃないですよ。ないですよ、ダメだよ、
お釣りも用意しませんし、袋も用意しませんので用意しないです。しませんよ、もう自分で何とかしてって感じ。そうですね、だって最初からワンコインかワンワンコインって言うんだからさ、うんうんうん、持ってきて。そうだね、じゃらじゃら持ってきてください。あるでしょ、どっかに100円貯金とかしてるでしょ、それでいいから持ってきて、そのまんま、そのまんま、ぜひいいですよね。でもね、こういう目的でみんなね、できることで参加する、たまにね、うん、あの、こういうふうにしたいなと思って、楽しみです。詳しくはぜひ Facebook、そうですね、はい、皆さん、あの、お子様も大丈夫だし、はい、うんうん、どんどんいらしてください。はい、はい、以上、情報局でした。じゃあ、エンディング、はい、クリスタルからの素敵情報が誰かの心に届きますように。毎日のロマン飛行、未来の窓、みんなの夢の途中。毎週金曜日10時からの2時間、クリスタルイズム。次の番組はキノポップさんのレディオジュークボックス。今日はどんな曲が流れるんでしょうね。楽しみです。今日も本当に情報が盛りだくさんでしたね。もううなずきすぎて首が痛いもうなんかあるそれ、酔っちゃいそうになるでしょ。酔っちゃいそうになる。でも本当そのぐらいやっぱり盛りだくさんだよね、この時間ってね。知らないことってこんなにいっぱいあるんだなって思います。ジガチさんだけど、こういうスタイル作ってよかったね。みんなで教え合って与え合って、ちっとイノバタミーティングな感じだよね女子得意でね、一曲そこですかね。いいですね、誰かにとって必要な情報なのよね。そうです、その誰かに届きますよ。だからよくあの、なんか誘ってもさ、私はって言うんだけど、いやいや、その先が欲しいって人がいるかもしれないから、バトンを渡してくださいって言うんだけどね。ね、まあ徐々に徐々にじわじわっと中からグーッと広げていきますので、はい、任しといて。任したさあ、泣いたり笑ったり困ったり驚くことも時にはあります。でも大体が嬉しいことなら全部素敵な人生のスパイス、クリスタルからの幸せな時間のお裾分け。音楽と言葉の魔法があなたの人生のお供をします。クリスタルイズム、合言葉はお互い様にありがとう。また来週。ありがとうございました。Aperçois